よう立花兄弟、久しぶりだな。ああ、浦部、小学生の時以来の対戦だな。正雄さん、和雄さん、お二人のプレーは確かにすごいですけど、うちには安定した守備とこの俺がいる。絶対に勝ってみせますよ。そうはいくか、勝つのは俺たちだ。あれ、お前は確か小学生の時試合で怪我させちまった。俺のことを覚えていてくれたのか、嬉しいぜ。あれはプレイ中の事故だから恨んではいないけれど、いつかまた戦って今度はやり返したいと思ってたんだ。今日は俺が二人を抑える、覚悟しろよ。受けて立つぜ、俺たちの新しい空中サッカーと勝負だ。お前、1年生でスタメンとはなかなかやるじゃねえか。でも年下だからって手を抜いてもらえるとは思わないことだな。はあ、ボールを持った時は気をつけな。どこにいようと俺たちオートモカルテットが容赦なくボールを奪いに行くぜ。オートモカルテットだ。勝手に名前を変えるんじゃない。キャプテン、落ち着いて。こいつわざとやってるのかもしれません。なるほど、俺を怒らせて自分に注意を向けさせることで味方をフリーにしようって作戦か。口まで武器にするとは、1年のくせにやるじゃないか。危うく引っかかるところだったぜ。スライディングで止めた。横にかわして突破。ここからチャンスを作れるぞ。かわした。ここから一気に攻め込みたい。シュートだ。前からシュートを受け止めた。あ、弾きます。吉倉君、これはキャッチできない。それ大丸君、これをトラップ。素早く横にかわす。止められない。横にかわして突破。止められない。西野君、激しいタックル。それ内藤君、ここは抜かせません。西野君、ボールを奪うことができません。吉川君、このスライディングが決まった。スライディングでカット。それドリブルでボールを運ぶ。横にかわして突破。これはゴールラインを割ります。大友、ゴール前からどう展開していくか。ほら、体ごとぶつかっていった。よし、素早く横にかわす。シュートを放った。一条君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。素早く横にかわす。チャンスが決まった。いけいけ。
もかわして振り切った止められるな横にかわして突破敵陣へ攻め込みますもらしばらく横にかわす渾身のパスを味方に送るマサオ君このパスのシュートでゴールを狙うあっとこれを弾いたパスを受けた浦部君ここはパスを出したわーっとぶつかっていった早くも前半の半分が経過しましたが試合の行方はまだまだ分かりません中山君ボールを狙うと届かないクリアでキューバをしのぎますやっかわして振り切った何ここから一気に攻め込みたいところ豪快にシュート横っ飛びで鋭く反応一条くんこれはキャッチできない素早く横にかわすこのクロスは通るかパスを出しますナイトくん激しいタックル花はチーム同員での連携プレーにさらに磨きをかけるスライドで取れた西尾くんここで奪ったソラここはパスを出したチャンスが決まったドリブルでボールを運ぶカズオ君飛んでかわした必殺のシュートを放った中山君これをブロックに行く身を挺してシュートを決めたカズオ君ゴールを狙うこのパスをカットします塩田君ダイレクトでパスマサオ君飛んでかわしたこれはごぼう抜きだパントキックで大きく蹴り出したこの位置で攻守交代だマサオ君飛び越えたここからセンタリングカズオ君センタリングに合わせるパントキックで大きく蹴り出した相本君ダイレクトでパスもドリブルで突破岸田くんボールを狙うも届かないこのシュートを体で止めるつもりだ中山くん体を張ってボールを止めた加藤くん力を込めて強烈でシュート一条くん決死のセービング狙いつましたシュートで突破よし俺が加藤だ覚えとけはっやったカズオ君次々にパスかく中山君ここは抜かせませんおっとこれは攻守の連携を一段と高めてきましたみんなへ早く早く出しシュートを放った大丸君このボールを立ち上がる吉倉君ゴールを守ったパントキックどこまで花は前半を終えて一歩リードしかし試合の行方はまだまだ分かりません筋肉オフで後半スタートガード奪い返した鮮やかなジャンプ敵陣を攻め込みますマサオ君敵陣を切り裂くツインシュートだいっけー伊豆城君このシュートに反応しているやっと勝てるんじゃん門のシュートを決めてきたよしよしツインシュートだいけでかいそれもやったぞ一気に抜き取る相本君スライディングでカット連続突破で2球だ横をすり抜けたそらやっ平岡くんここは抜かせません横にかわして突破チャンスが決まった相本くん横にかわして突破西尾くんボールを狙うも届かないここからセンタリング
ング。行くぞ。俺たちの空中だ。スカイラブハリケーンだ。これは反応しているぞ。ワルツに突き刺さった。これがスカイラブハリケーンだ。行くぞ。俺たちの空中技、スカイラブハリケーンだ。それスライディングで止めた。ドリブルと見せかけてパス、鮮やかなジャンプ。マサオシュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。ここで奪った。敵陣へ攻め込みます。ただに素早く予想トップ、次々に回していく。よしこく激しいタックル、スライディングで止めた。タイくん、ここはパスを出せば横にかわして突破。スライディングで止めた。相本くん、素早く横にかわす。花はチーム全員での連携プレーに磨きをかける。パスを回す。いけ。おっと、投手交代だ。横をすり抜けた。このスルーパスは届かず、チャージが決まった。さあ、行く。ボールを狙うも届かない。チャージが決まった。敵陣へ攻め込みます。相本くん、ここはパスに切り替えた。カズオさん、クロスは通るか。行くぞ。カズオくん、俺たちの空中技、スカイラブ回転だ。ボールを打ち抜いた。これは反応しているぞ。カイパー止められない。これがスカイラブハリケーンだ。カズオさん、行くぞ。俺たちの空中技、スカイラブハリケーンだ。それ、マサオくん、スライディングでカット。ジャンプインかわした。カズオくん、連続突破見せます。中山くん、激しいタックル。ここからロングフィードを送った。長いパスが通った。あっと奪い返した。パスを受けた平岡くん、ここは抜かせません。新田くん、ここから打ってきた。そこだ。吉倉くん、ボールはまだ生きてる。シュートだ。チャージが決まった。ドリブルと見せかけてパス。マジか。あとドリブルを見送る。敵陣へ攻め込みます。大きくパス。これはゴールラインを割ります。大友、ゴールキックで仕切り直します。長いパスが通った。ドリブルで突破。そら大丸くん、ここは抜かせません。ここから長い距離のパスを狙う。カズオくん、ゴールを狙う。一条くん、ゴールを守った。かわして振り切った。これはスマホ抜きだ。このパスは通らない。玉井、ここはパスに切り替えた。相本くん、タックルを決めた。岸田くん、激しいタックル。ドリブルで突破。あなたとぶつかっていった。ドリブルと見せかけてパス。素早く横にかわす。止められない。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って始めます。相本くん、激しいタックル。平岡くん、ここで奪った。センターラインを越えて攻め込む。相本くん、スライディングでカット。素早く横にかわす。止められない。マジかよ。横をすり抜けた。花は勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。
なことって、俺たち大友カルテットでも抑えられないとは、なんてコンビネーションだ。負けたよ立花兄弟、でも今日は力の限り勝負ができて、なんかすっきりした気分だ。お前の守備が良かったから俺たちもより力が出せたんだ。お互い怪我に気をつけて、またいつか戦おうぜ。ランニングやめ、次は二人一組のパス練習だ。おう、みんな朝から元気だな。いつもより気合が入ってる感じだ。リーグ戦で連勝してるからな、チームに勢いが出てきた証拠さ。この音は応援部の太鼓か、ずいぶん張り切ってるな。そういや今朝応援部の部長に会ったんだけど、すげえ気合入ってたぜ。そうなの？ああ、全国大会での打倒南葛は学校中が期待してただろう。そうだったな。だからこそあの南葛戦には前の試合の倍以上の応援団が来てくれたんだ。それでこのリーグ戦、俺たちが南葛に勝っての全勝を目指してることを応援部も知っててさ、今回こそ頼むぜって言われたんだ。それに応援部だけじゃなくて吹奏楽部もかなり気合い入れて頑張ってるらしいぞ。そんなにみんなが俺たちのことを、なんかプレッシャーを感じちゃうな。期待されてる方がやりがいがあっていいじゃないか。ああそうだよな、みんなが見てくれてる方がサッカーは楽しいぜ。さあみんなの期待に応えるためにも今まで以上に気合を入れていくぞ。おう、よし次はお前、一緒に行くぞ。おう、思い切り驚かせてくれよ。さあ、行くぞ。なあ、あの二人、前よりパスがつながってるよな。別に正雄がペースを落としてるわけじゃない、あいつが上手くなってついていってるんだ。期間でそんなに成長したのか。これは俺たちも気合い入れないとな。ああ、先輩の俺たちも負けてられないぜ。みんな、あいつに負けるな。いつもの頑張りのその上を行くつもりで練習だ。おう、練習に手を抜くような部員はいなかったけど、今のみんなはこれまで以上にやる気にあふれてる。これもあいつがチームに入った効果かな。よし休憩だ、しっかり水分取れよ。マサオ、カズオ、あと5分くらいでプールが開くぞ。ああ、ありがとう。プール貸してくれなんて無理を言っちまって悪いな。いいっていいって、サッカー部の頑張りには俺たちも期待してるんだ。力になれることがあったら何でも言ってくれよ。クラブの改良のためにできることをいろいろ考えてたな。その練習の一つとしてプールを使わせてもらうのさ。スカイラブハリケーンには筋力も大事だけど、もう一つタイミングも大事なんだ。土台の側が押し上げるタイミングと
飛ぶ側のジャンプするタイミングが完璧にあったとき、スカイラブハリケーンは本当の力を発揮する。もしタイミングが少しでもずれると、ジャンプに勢いが出なくて、下手したらボールにすら届かなくなっちまうんだ。だから呼吸合わせの練習が必要なんだけど、地上で練習すると足に負担がかかって、そう何度も練習できない。でも水中なら体も軽いから、呼吸合わせの反復練習にはもってこいだと思ってさ。だから水泳部に頼んで、向こうの邪魔にならない時間にプールを貸してくれって頼んだんだ。なるほど、お前たちいろいろ考えて練習してるんだな。そりゃそうさ、この技は俺たちのオリジナルだから、必要な練習も自分たちで考えるしかないんだ。ま、これもサッカーの想像力ってやつかな。それにいつもと違う場所での練習って、なんとなく特訓してる気分になるだろ。しっかり楽しんでるじゃないか。厳しい練習するにしても、どうせなら楽しい方が効果も上がるってものだからな。おっと、あんまり話してるとプール借りられる時間がなくなるぞ。それじゃあみんな、また後でな。サッカーの想像力か。確かにそうだよな。あの二人はこれまで誰もしたことのないプレーを思いついて、それを実現させてきたんだからな。それは俺たちにも言えることさ。ん？前例のないプレーに応えるには、こっちも前例のないプレーが要求される。だからそのための練習が必要だと思うんだ。っていうと？スカイラブハリケーン、特に高い方のスカイラブハリケーンのパスの練習さ。あの高さへのパスなんて今までのサッカー人生で練習したことないだろう。そりゃそうだ、あんな高さまでクロスを上げるなんて普通のサッカーではありえないからな。全国大会前は突貫工事でなんとか立花兄弟のジャンプに合わせられるようにしたけれど、このリーグ戦を全勝するためにあの高さへの精度の高いパスをきっちり身につけた方がいいと思うんだ。なるほど、相本考えたな。実はさ、前に南葛戦を見返した時、すごく悔しくなったんだよ。え？あの試合、前半終了間際にスカイラブハリケーンのチャンスが来たけど、俺のパスが低くて二人は飛ばなかった。あの時俺のパスが完璧ならスカイラブハリケーンで同点に追いつけて、後半の試合展開は違ったんじゃないかって。そう考えたらさ、相本は俺たちに正雄と和夫のようなプレイは無理だけど、二人を助けるプレイならできる。だから今度のリーグ戦ではそれをやりきりたいんだ。ああ、相本の言う通りだな。よし、みんなで高いパスの練習をしよう。それは大体の感覚でやってるからな。そうだ、いいこと思いついた。ちょっと待ってて。あ、ああ。お待たせ。これは随分長い竹竿だな。ああ、学校の裏手に置きっぱなしになってたのを持ってきたんだ。こんなものどうするんだ？相本が言うような精度の高いパスの練習ならターゲットがあった方がいいと思ってさ。この竹竿をゴール前に立ててスカイラブハリケーンの到達点あたりに印をつけて、そこをめがけてパス練習するのはどうだろう。そうか、それでこの竹竿を。確かに、何もない空中に蹴るよりちゃんとターゲットがあった方が練習になるな。よく思いついたな、小野。こいつの言葉でピンとひらめいたんだ。じゃあポジションごとにピッチに散って、そこから蹴っていこう。お前はフォワードだから、一緒にペナルティーエリア内から上に向かって打ち上げる練習をしよう。
じゃあ俺はセンターサークル、いやもう少し遠いあたりからゴール前を狙っていくぜ。大丸はキック力だけじゃなくてコントロールもいいからな。頼むよ。お、任せてくれ。それじゃあみんな、これからパスの特訓だ。マサオとカズオの努力に負けないように俺たちも頑張っていくぞ。おお。君はさっきの試合の、うん、頑張れ。お前確か、うん、そうだな。よし。うん。あ。